はい、シニアの、中小企業の経営者の方でですね、年金に関するお悩みでですね、難しい専門書とかですね、資料、そういったものを読まないでですね、読まずに済まして、年金をもらえるようになりたいと、こういったお考えの方結構いらっしゃると思うんですよね。ご自分の場合は報酬が高いので年金が受け取れないというふうに年金事務所で言われた、年金事務所とか税理士さんとか社労士さんに言われたと。ところがその根拠が分からないとかですね、なぜもらえないのか、保険料高く払ってるのにね、長年払ってきたのになぜもらえないのか、それを分かりやすく教えてほしいというお声をね、本当にたくさんいただきますね。でご自分でもですね、インターネットとかあるいは本屋さんで年金の本を調べてみたりですね、されたんだけども、やっぱり専門用語が多いですよね。標準報酬月額とか総報酬月額相当額とかですね、標準所要額とか基本月額とか、いわゆる在職奴隷年金の計算式一つとってもですね、なかなか用語が難しくて何を言ってるのか分からないといったお声をね、よくいただきます。で、そういったお声をね、お悩みを持ってらっしゃる経営者の方いらっしゃったらですね、ご紹介いただければと思います。社長様の場合にね、具体的にいくら年金が受け取れるようになるのか、こういったことを、社長様の代わりに年金事務所に、年金の記録を調査確認に行きましてね、でその、内容をもとに、社長様の場合いくら年金が受け取れるようになるのか、そういったことをご説明をさせていただいておりますのでね、ご感謝ございましたらお問い合わせください。